神の愛の宣教社会は、1950年10月7日に、教皇庁によって認可を受け創立され、1965年2月1日には、教皇庁立の修道会の認可を受けたカトリックの修道会である。厳しい製品を守り、最も貧しい人々のために働くことを使命とする。世界各国に拠点を置き、2007年9月現在、 145の国と地域で活動し、4800人以上の修道所が所属している。マザーハウス神の愛の宣教社会の修道所たち2018年7月5日、神の愛の宣教社会の修道所と女性職員が人身売買の容疑で逮捕されている。二人は未婚の女性が産んだ男児一名を、 隣のウッタルプラデーシュ州の家族2700ドルで売ったとされ、余罪も認めていると報じられている。日本国内では、1978年4月、東京都、三夜に、修道士たちの支部が開設される。東京都、日本管区本部と三夜修道院、愛知県、名古屋修道院、大分県、別府修道院の支部修道院が置かれている。 郵便番号123-0845東京都、足立区西新井本町3-5-24。ありがとうございます。